なんだか考えすぎて頭がしびれてきたような。少し休んだ方がいいな。ユイト、起きて。渡るから連絡だよ。ああ、ごめん。少し休むつもりが本格的に寝ちゃってたみたいだな。それで、渡る、どうしたんだ。やはり俺たちが旧海抜軍病院へ侵入した件が問題になっているのか。はあ、いやいや、病院の件は吹雪連隊長がうまいこと処理してくれたから大丈夫。大した話じゃないかもなんだけどよ、船戸高速の穴のことを知らせとこうかと思って。そういえば船戸高速の空に妙なものができてたな。穴といえば穴だけど。あのあと大変なことがいっぱいありすぎて忘れてた。あれ、何だったの？政府はあれを船戸ゲートって名付けたらしいな。調査隊がいろいろ調べたみたいだけど、超局所的な重力異常ってこと以外何もわからないんだってよ。ただブラックホールと性質が似ているとかで、あの辺りは立ち入り禁止になってるんだと。クナドゲート、向こう側何も見えなくて不気味だった。まあっちに行くことはないかもしれないけど、知らないよりは知ってた方がいいだろ。そうだな、教えてくれてありがとう。もしまた何か分かったら共有してくれ。お任せあれ。あ、そうだ、ユイト隊の次の任務だけど、今のところ待機ってことになってるからな。もう少しアジトにいて大丈夫そうだぜ。そうなの？じゃあまだしばらくはアジトでゆっくりしてよっか。ええ、そうしましょう。きっと吹雪さんの計らいでしょうから、甘えておくのがいいと思います。失礼、お邪魔するよ。吹雪連隊長、どうしてここが？僕が吹雪さんに伝えました。毎回セーフゾーンで話すよりアジトの方が安全だと思って。助かってやるが、監視は巻いてきたから少しの間なら大丈夫だ。監視がつけられているんですか？前に言っただろ、僕は政府の犬だからね。でももう犬のままでいる必要はなくなった。カレンがいなくなってしまったから。カレン元連隊長、どういうことですか？カレンはあの通りだから、政府に好かれるタイプの人種じゃなかったんだ。人格矯正や排除の対象として目をつけられていた。だから僕がカレンの代わりに海抜軍を政府の指示通りに動かす役目を請け負っていたんだよ。そのことをカレン連隊長は知らないよ。カレンを政府の手から守るには僕がカレンの監視役として立ち回るしかなかったから。それにそんな話をカレンにしたら余計なことはするなと言われただろうしね。だから正直言うとちょっとホッとしているんだよ。これで僕も政府の言いなりにならずに済むって。青蘭市が反乱を起こした今なら政府の監視に隙ができる。僕はこの機を逃すつもりはない。この国の歪みをカレンとは別の手段で変えられるはずだ。別の手段？何をするつもりなんですか？この国は違法な人体実験による強引な超能力研究を進めている。理由は全くわからない。政府が完全に情報を統制しているからだ。マスコミすら政府の監視と圧力のもとにある。政府がなぜそんなことをしているのか把握してこの国を歪んだ体制から解放したい。カレンはそのために青蘭市と組んで国家に対する反乱を選んだ。だが僕は政府機能の中心から崩すことが早道だと考えている。兄さんは外から、吹雪さんは中からこの国を変えようとしているんですね。ああ、だから情報を把握するために
体制に従順なふりをする方がいい。都市コンピューターの荒はばきに近づければ政府が隠している情報を暴くことができるはずだ。それを俺にも手伝わせてもらえませんか。父さんが何をしてきたのか、それに兄さんが何を隠しているのか、俺も知りたい。ユイト、君はこの隊の隊長を命じられている。隊長は隊員に責任を持たないといけない。君が政府の隠す謎に触れようとすれば、隊員たちも無事では済まなくなるよ。分かっているのかい。だったら俺を隊長から外してください。それはできない。君は良くも悪くも注目されているから。カイト・スメラギ本部長の命令でもあるしね。ならば隊員である我々もユイト隊長と同じ意思を持てばいいのではないか。ゲンマ、どうせ俺は近いうちに海抜軍から離れることになる。もう年だからな。ならばその前に真実を暴きたい。なぜナオミがああなってしまったのか、それによってなぜナギが人格矯正を受けることになったのか。僕もゲンマに賛成します。この国が隠蔽する謎にユイトが挑むなら協力させてもらえませんか。僕もこの国の人体実験の被験者ですからね。え、それは一体。僕と兄のカレンは超能力の強化処置を受けているんです。強化処置、そんなことが。ユイトがタイから外れることができないのなら隊員を外せばいい。この件から外れたい隊員を別の部隊に編入させれば問題ありませんよね。分かった。そこまで言うならユイトにも協力してもらおう。だが隊の再編成には手続きが必要だ。だから今回は正当な出撃命令を出すことにしよう。セーラン市周辺の情報収集を頼む。水波川近辺に海抜軍の離脱兵が出没すると聞いている。セーランの反乱に同調した元隊員たちが何か行っているのかもしれない。その調査の間に花火やつぐみを別の隊に再編成するように動いておこう。それじゃ頼んだよ。ユイト、俺もオペレーターとしてタイに残る。俺はユイトやゲンマたちと同じ意見だ。このまま政府に好き放題やらせないためにも協力するからな。当たる。ありがとう。よし、ここから先はセーラン側の海抜軍が哨戒に出ている恐れがある。慎重に進もう。ユイト、
アジトでの話だけど、本気なの？吹雪連隊長を手伝うって話？そう。だってそれってカイトさんや亡くなったおじさまを疑うってことでしょ？私はこの隊に残る。え？つぐみ、ナオミ、かわいそうだった。もし政府が関わってるんだとしたら許せない。ストップ、前方から怪異が来るぞ。花火、つぐみ、話は後で聞く。今は怪異を片付けるぞ。任せろ。やったか。うん、そうだね。了解。俺がやる。他に怪異はいないか？特に反応はない。うん、ユイト、大丈夫？え？ああ、今の戦闘では特に大きなダメージもなかったけど。何言ってるの？急に頭が痛いって立ち止まったから。え？待って、また記憶が飛んだんじゃないかな。さっきまで何を話していたか覚えていますか？花火が本当に吹雪連隊長のことを手伝うのか尋ねてきて、その後つぐみがこの隊に残るって。その先は？その先って怪異が現れて戦闘になったから何も話してないだろ。違うのか？ユイタ、ルカとゲンマの話覚えてないの？何を話したんだ？俺の老化が始まっているという話と、ルカが受けた実験のことだ。ごめん、何も覚えてない。本当にその話をしたのか？ユイト、俺も聞いてたから間違いない。ステータス上の異常は出てないけど、医者に言われた脳の疲労ってのが影響してるんじゃないか。超能力を使えばどうしても脳に負担がかかる。今は無理に戦闘をしない方がいいのかもしれない。そうはいかないよ、任務があるし。ユイト、本当に大丈夫？おとがしゃ、トモゾーエ。え？何？あ、ま、本舗デブルスハイダン。なんだ、言葉が、考えていることと言葉が一致しない。ヒングキタケジン。
頭部に異常な反応が見える。何が起きているんだ。言語障害です。おそらく脳に強い負荷がかかっているのでしょう。どうすればいいの。病院で処方された薬はありますが。しかしあのアンプルは怪しいぞ。見た目は配置化軌道で拾ったアンプルと同じもの。みんな注意してくれ。怪異がそっちに接近中だ。こんな時に。ユイトは休んでて。怪異は私たちでどうにかするから。くそ、頭が痛い。割れそうだ。あのアンプル剤を飲んだんですか、つぐみ。今見てる。あ、頭部の異常反応がちょっとずつ消えてる。この薬すごい効き目だ。頭痛ももう収まってきた。ユイト、言葉もちゃんとわかる。どうだ、戦えそうか。ああ、大丈夫だ。一気に片付ける。来い。それ。力が使える。痛みも消えた。これならいける。やっ。はい。はっ。たっ。それ。たっ。こっちで。やっ。やっ。そら、外角の破壊に成功。一気に攻めろ。それ、タッチ。それ、セイ。やった。そら、は。各種ステータスに異常なし。どうだユイト、具合は。ああ、もうなんともない。心配かけちゃったけど、アンプルを飲んでよかったよ。正直あのままじゃどうにもならなかった。そうですね、副作用も特に出ていないようですし、問題のない薬だったと考えていいのでしょうか。まあ変な匂いがしてすごくまずかったけど。ねえ、このまま任務を続けるの？少しアジトで休んだ方がよくない？大丈夫だよ。超能力の調子も元通りだし、異常感じたらすぐに言うから。先へ進もう。了解。でも本当に無理しないでね。約束だよ。ああ、わかったよ。
に物資反応を見つけた。いつでも準備万端だよ。動きたくてうずうずしちゃう。長いですよね。Yeah.
しびれて自由が効かない。このくらいで仕切り直した。よし、この先何かいる。その辺りは上空の断絶の帯が濃くてこちらからは捕捉ができない。もう少し情報をくれ。トラックだと思う。2台セイラン方面に移動してる。つぐみどうした。あ、ううん、一瞬荷台の中が。でも多分見間違い。よし、近くの監視カメラから映像が撮れた。これは海抜軍の輸送車だな。敵？味方？現在水波川付近に出撃している海抜軍はユイト隊だけだ。じゃあセーラン側に着いた海抜軍ってことだね。あ、見つけた。誰か二人こっちに来る。あれは強化とかげろう。そうか、透明か。気をつけてくれ。こっちじゃ捕捉できない。みんな周囲を警戒だ。うん、そらよ遅い。なぜ強化とかげろうが襲ってきたんでしょうか。ユイトを狙ったのは重ねの独断だと思っていましたが、二人も重ね同様ユイトを狙うと決意したのか、あるいは他に思ったか。いずれにせよ注意してください。カエルよつぐみ、もう一度身を守る。カゲロウが他に生かしても私の投資なら捕捉できる。つぐみちゃんの超能力と相性最悪なんだよな。友達としては相性最高なのに。本当にそう思ってるなら聞いて。私だって本当はこんなことしたくない。手加減はしねえ。信頼していた元隊長と敵対することになるとは。そうね、あなたは腕のいい熟練兵だったわ。こんな風にはなりたくなかった。ああ残念だ。手強いわね。強化様、行こうぜ。やるべきことは済んだ。どうして強化とカゲロウがこの辺りの警備をしていたのか。輸送車と関係あるんじゃないでしょうか。彼らの動きは明らかに時間稼ぎでした。こっちでも二人の行方を追ってみる。つぐみ、あいつらがどっちへ逃げたのかデータをくれ。ダメ、
カゲロウと強化がたくさんいる。みんなバラバラの方へ逃げてる。強化の複製能力ですね。こちらを撹乱するつもりでしょう。ごめん、本物を見分けるのに時間がかかりそう。輸送車も見失った。悔しい。そうか、輸送車の行き先をつぐみから隠すための陽動作戦だったんだ。最後に見た時、輸送車はどこへ向かってた？多分セイラン方面。俺たちに追われたら困るってことは、ただの物資輸送ってわけじゃなさそうだ。何か情報をつかめるかもしれない。ちょっとだけ時間くれ。つぐみからの情報と合わせてこっちで当たりをつけてみる。ユイト、セーランの町とは別方面なんだが、きっと引っかかる場所があるんだ。複製体はここだけ避けて散ってるようにも見える。確証はないが、どうも怪しいぜこいつは。ナイスだ渡る。よし、まずはそこまで行ってみよう。なんだここは。誰もいないな。あ、輸送車が止まってるぞ。じゃあここで当たりだね。町から結構離れてるけど、セーランの施設なのかな。俺が検索できる範囲じゃここの情報は全くないんだ。まあだからこそ怪しいかもな。俺たちの侵入はまだ気づかれていないようだが、何かうまく言えんが、ここは妙な気配がするぞ。車の方は僕が見てきます。つぐみ、渡る、フォローをお願いします。ねえユイト、念のために聞くけど、記憶は、言葉は、頭痛は？今は大丈夫だよ。花火は心配性だな。言語障害まで起こしたのだ。心配して当然だろう。無理しないでね。ユイトは子供の頃から体が弱かったし。そういえばそんなことを言っていたな。ああ、うん。ほとんど病院で過ごしてた。5歳ぐらいでやっと退院が許可されて、それからは元気だけど。待った。ルカがヤバいもの見つけた。ヤバいものって何？あの輸送車が何を運んでいたのか分かりました。生首？嘘。これと同じものが輸送車いっぱいに収められていました。そんな、見間違いかと思ったのに。本当に一台はすでに積み荷が空になっていましたが、多分同じものが入っていたんだと思います。輸送車2台分の生首、どういうことだ。もう少し奥まで潜入してみよう。もしかしたら重ねたちもいるのかもしれない。わかった。どうしてこんなことしてるのか突き止めないとだもんね。